はい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 、皆さん速報でございます。ついに確定、ついに最終確定したようでございます。はい、アメリカからですね、ウクライナに対してですね、 F16 の戦闘機、 F16 戦闘機のですね供与、これアメリカ政府が認めると、これはっきりと公表されたようでございます。よかったね、よかったね、俺ゼレンスキー、お日本来たからあっただろ、 G7 来てよかっただろ、これでですね、ウクライナ空軍にですね F16、 これね、ゼレンスキーが一番欲しがっていたのはこの F16 なんですよ。この F16 はですね、ついにウクライナ空軍に入ってですね、ロシアをぶちのめすと。しかもね、これね、年内投入、本年度内にウクライナ空軍の中に F16 が届いてですね、パイロットの教育も行われるということが決定しましたので、これね、あらら、これ戦争、今年終わるね、ロシアの負けという形で終わるかもしれませんよ。どうもやめてくださいんでございます。はい、ということですね、これね、昨日くらいからですね、ずっとね、元々これ知ってます？元々さ、今年のさ、3月くらいにさ、ほら、旧ソ連製のさ、ミグ29っていうね、古い戦闘機、をですね、ウクライナにですね、ポーランドが、譲った4機くらいでしたっけ？譲ったっていう話あったでしょ。で、この中でですね、ゼレンスキーは本当は F16 が欲しいと。F16 が欲しいんだと。F16 であればですね、ロシア空軍と真っ向から対抗できると。ミグ29ではですね、真っ向から対抗できないんですよ。でもね、ロシア空軍の力を考えたら、F16 さえあればですね、制空権もきっちり取れるんだ、みたいなことをですね、ゼレンスキーはずっと言っていたんですよ。でもなかなかね、アメリカ様から許可が出ないのよ。F16 っていうのはね、アメリカが開発したね、戦闘機なわけじゃないですか。ですね、アメリカ政府、つまりバイデンのですね、許可が必要だったんですよ。で、その許可がね、なかなか降りなかったの。F16 をですね、がっつり渡してしまうと、もうロシアへのとどめになる可能性が極めて高いので、そうなると、ロシアの恨みを買って、アメリカ VS ロシア、アメリカ、少なくともアメリカとロシアの関係がですね、どうもおかしくなると。だからね、供給するタイミング、この F16 供給してもいいとバイデンはおそらく思っていたはずなんだけども、この供給するタイミングをなかなか見つけられないなという状況ではあったんですよ。で、そのタイミングにですね、はい、G7 をどうやらバイデン選んだみたいなんですよね。だからね、昨日くらいからですね、ずっとね、F16 のですね、供給を行われるんじゃないかという匂わせの記事あったでしょ？あったんですよ。でね、昨日のね、今日の夜中ですね、夜中12時間くらい前にですね、実はこの記事流れていて、バイデン氏、ウクライナへのですね、F16 供与をですね、指示をすると。要するに、アメリカ政府として、ウクライナに対して、他の国々が、ね、F16 って今までいろんな国に売ってるでしょ？他の国々がですね、F16 の供与をですね、するとなったら、アメリカとしては許可をしても構わないということを言ったらしいという記事が流れたんですよ。でもね、ヨボヨボバイデン、ね、オロオロバイデンね、バイデンよくですね、威勢の声いいこと言ってですね、ごめん、あれ間違いだったとかいうこと、あったじゃん。でね、俺ね、それが疑わしいなと思っていて、俺ずっと我慢していたの。動画にするのずっと我慢していたわけでございますよ。したらね、その間にですね、いそこがまさかの間違い。いそこミステイク。いそこはですね、まさかと思いますけれども、日本が保有している F16 戦闘機をアメリカは出させるつもりではないのかって言ってですね、すいません、日本でさ、F16 持ってないんだけど、日本で F16 の新聞社さん、新聞記者さん、東京新聞の新聞社伊勢子さん、日本って自衛隊って F16 持ってないんですけど、お前そんなことも知らんの、ケタケタケタって、ことがありまして、これがネットでですね、大爆笑を誘ってですね、私もこれで動画を作ろうかしらんとか思っていたんだけど、俺ね、昨日の動画の中でですね、吉村大阪府知事は、ユンケルでコロナがなるって言ってるぞって、俺ね、動画で堂々と言っちゃったんだよね。吉村さんそんなこと言ってないんだよね。吉村さんはですね、イソジンでコロナが治りますって言ったわけですよね。ぶっちゃけさ、ユンケルでもイソジンでもコロナは治りません。わかるね。つまりですね、吉村さんもですね、俺もですね、イソコもですね、みんな間違ってるという状況だったから、俺ね、イソコを笑い飛ばせなかった。だから俺のツイート見てみ、イソコのことツイートできてないんだ。なぜ？俺ユンケルでコロナが治るって吉村が言ったと俺言っちゃってるから、イソコ、なかなか恥ずかしいもんだな、間違えるっていうのはな。お前のその F16 問題と、俺のそのユンケル問題と、あと吉村君のイソジン問題と、どれが一番恥ずかしいんだろうな。なんか、結局、3人ともアホっていうことだな。こんなことがあってですね、おたおた知らずにですね、はい、確定しました。F16 供与、これ決まってしまいました。だからね、これね、今、マスコミ大騒ぎでですね、これね、詳細な記事を書いて出しておりまして、産経新聞とですね、日経新聞、この2つの記事を読めばですね、今回の大枠は分かると判断しましたので、この2つの記事をですね、皆さんにお届けしたいなと思いまして、動画を撮ることにしました。あれ、俺、名乗ったっけ？闇の駒さんって言います。はい、先なんか自分の名前、全然言わなかったら2回言ったりとか、俺も、バイデン化してきてる感じがちょっとするんだよね。怖いよね。で、今日のね、朝一で流れた、記事ですね。ちょっとこれ、こっちだけ読んでみる。
バイデン氏、ウクライナへのですね、あ、これね、時事通信が言ってるのかな、すいません、これ AFP 通信だ、これ AFP 通信ですね、まあまあ中国寄りなんだよね。だからね、信じなかったのが。まあ、いや、バイデン氏、ウクライナへの F16 供与をですね、支持、G7 で表明。はい。アメリカ大統領はですね、バイデンアメリカ大統領は、広島で開かれている G サミット、G7 のサミットで、F16 を含む高性能な戦闘機のウクライナへの供与と、同国軍の操縦士の訓練を支持すると表明をしました。アメリカの高官が19日明らかにしました。ね、これが匂わせだったんだけど、あ、でね、これ、操縦士がいるじゃん。ね、当然 F16 のです、のね、動かすためにはですね、訓練が必要ということなんだけど。F16 って何がいいかっていうと、ずっと何十年も前からある戦闘機じゃん。だからですね、乗ったことがあるパイロットがいっぱいいるんですよ。で、退役軍人の中にも当然ね、F16 の熟練操縦士なんかいるんですよ。で、この人たちが、今ね、ウクライナって、ロシアと戦ってくれる戦闘員をね、募集してるじゃん。募集、普通にね、給料はいくらですみたいな感じで募集してるんですよ。そこに退役軍人が普通に応募したら、訓練なしで F16 いきなり動かせるんですよ。っていうところまで多分ね、アメリカと話ついてると思うよ、俺多分ついてると思うんだよね。おい、アメリカじゃなくても他のね、今はなんかね、オランダが多分ですね、供給するんじゃないのかなと言われてるんだけど、ついてると思うんだよね。はい、サミット出席を予定しているですね、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はですね、ツイッターへの投稿で歴史的決定だと歓迎、広島で具体的な実施方法について議論すると、おっと、広島、岸田の元でですね、ウクライナがどうやってロシアを打ち滅ぼすか、なんていう話がされるんだって、聞きたいね。はい、アメリカの高官によると、バイデン氏は、アメリカがですね、同盟諸国と共同で、ウクライナ軍操縦士に対して、F16 を含むですね、第4世代戦闘機の訓練を行うことを支持すると表明。戦闘機供与の時期や、数、どの国が供与するかについては、今後数ヶ月にわたって訓練が行われる中で、決定するとしたという記事がですね、昨日の夜中で流れたんですよ。しかしですね、ヨボヨボバイデン、見ましたか？私のツイッターの中でもですね、ちょっと共有してるから、まあ見てみ、岸田とですね、岸田の奥様とですね、バイデンとバイデンの奥様と4人で写真を撮るときですね、ヨボヨボ歩いていてですね、自分がどっちに向いて写真を撮っているのわからないと、大丈夫かバイデンみたいなところがあったから、いやーこれやっぱりね、 F16 嘘かもしれんと思って待っておったんです。しかし真実でございました。というわけで、あと最新記事いきますよ。はい、 F16 供与、ウクライナ反攻作戦の小規拡大へという形で、これ F16 が入ってきたら本当にロシア空軍とゴッシュで戦えるんですよ。となったら今までわかりますよね、これでロシア空軍互角になるねとか言った話じゃなくて、今までなかったものが突如出現するんですよ。わかります？今までなかった兵器、しかも今までの兵器と比べたら格段に性能が高い兵器が突如として出現するんですよ。これもゲームチェンジャーどころの話じゃないよ。さあ、あとはロシアさん、どう負けるかだね。お前、間違って、まかりまちゃんの土地狂って核撃ってくんだよ。っていうだけの話になってきました。もういけるよ、これ。はい。ロシアにですね、侵攻されたウクライナが、ヨーロッパ諸国からですね、アメリカ製の F16 戦闘機の供与を受けられる、見通しになりましたと。これもう確定なんだよね。アメリカ政府のですね、バイデンの言い過ぎだとか言ってないからね。はい、F16 はですね、空戦で、ロシア軍の戦闘機を撃墜する一方、ミサイルや爆弾で、ロシア軍地上部隊を空から攻撃する能力を持つ、多用途戦闘機でございますとね。今のウクライナにぴったりだね。はい、ウクライナがですね、準備を進める大規模反攻作戦には、ロシア空軍に対抗できる航空兵力の確保が大前提で、F16 の供与はですね、ウクライナの勝機を大きく拡大されると期待される。もうね、プーチン今絶望してると思うよ、多分。はい、ウクライナはですね、早ければ、初夏にも実施される、見通しのですね、大規模反攻作戦に向けて、約300キロの主力戦車を中心とする、十数個の戦闘旅団を編成したとされていますと。一方ですね、ロシア軍は、東部ドンバス地域、ドネツク、ルガンスクの両州ですね、ここからですね、南下をしていて、南部ザパロジエ州を経てですね、東部ヘルソン州に至る長さ約1000キロの防衛線の構築を進めていますと。これ守りきれないと思うよ。あ、ウクライナがですね、奪還を狙うですね、クリミア半島への補給拠点であるですね、ザポロジエ州のメリトポリにもですね、長さ約120キロの防衛線が築かれました。ウクライナはですね、地雷や対戦車障害物の竜の歯っていうのね、なんかかっこいいな。竜の歯などで要塞化したですね、ロシア占領地域をですね、奪還するため、ロシアの航空兵力を無力化させて、制空権を確保しつつ、航空部隊と地上兵力の連携で、ロシア防衛線に突破口を開いて、そこにですね、後続部隊を集中させてロシア軍を押し返す作戦だと見られていますと。ただですね、ウクライナにはですね、ソ連製の旧式の戦闘機が100機程度しかなくてですね、ウクライナのゼレンスキー大統領はこの航空能力と対地攻撃能力と空からですね、地面地上を攻撃する能力ですね、のこの両方を高い水準で有している F16 がこの反攻作戦の成功には絶対に不可欠なんだということをですね、何ヶ月も前からこれは言っていたんですよ。だからさっき見せたですね、このね、ミグを共有した時もですね、ミグありがとう
とう。でもね、あのね、F16 くれよってずっと言ってたのよ。言ってたのよ。で、この時ね、解説者のね、このね、あの、元陸上自衛隊のね、陸上自衛隊のですね、東部方面総監の渡辺さんはですね、このMiG-29というものをね、あの、供与して、で、これを契機に F16 までですね、将来的にですね、あの、供与する可能性が、これついに出てきましたね。って言ってたんですよ。その通りでしたね。すごいですね、この渡辺さんという方。すごいね。もうこの方の言う通りになったんですよ、今回ね。ほんでですね。で、ここか。F16 はですね、そもそも25カ国で、約3000機以上運営されているんですよね。25カ国。だから、どこの国が統計しようかなっていうことなんだよね。日本は持ってないよ。はい。で、わかったか、いいとこ。でですね、アメリカがですね、供与を承認すれば、保有国がですね、比較的容易に、ウクライナに移転できるのも利点であると。関係国はですね、今後、機体や部品の供与に加えて、搭乗員と整備員の訓練を急ぐと。ね。でもね、これさっきも言った通りですね、普通に、ね、中途採用みたいな感じでですね、あの、退役軍人とかをですね、普通に募集したらそのまま飛んできます。飛んできる。いや、そういう話だよ。すごいよね。あ、でも整備の人間もいるのか。なかなか、そうだから、でも整備も募集しまえよ。なんてかなの。退役整備員でいいじゃないの。どうなのかな。ただですね、1974年に初飛行した F16 は、最新鋭のですね、F35 や F22 の前世代となる第4世代の戦闘機で、敵レーダーの捕捉から逃れるステルス性能は有しておりませんと、アメリカ政府系の研究者、海軍分析センターが今年の4月にですね、公表した報告書には、ロシア軍が現地に配備をする S400 などの、高性能防空システムについて、極めて強力と評価をしていて、 F16 には不利であるということの指摘も出ている。なるほどね。ロシア軍側の陣地にあるですね、この S400 っていう高性能防空システムに関しては F16 撃墜される可能性もあるということですね。このためですね、アメリカは機体の供与はですね、他国に任せる一方、ロシア軍の防空レーダーを妨害可能な F16 用の電子戦システムや対レーダーミサイルの AARGM をですね、供与して反攻作戦を支えることが想定されそうだという形で、ロシアの装備はもうバレバレのバレンチョでございますから、それに対抗できる装備をですね、F16 にですね、かませるというようなことという話ですね。おお、支援する気満々じゃないですか。そしてさらに状況が詳しく書かれてあるですね。はい、日本経済新聞さん行きますよ。はい、ウクライナにですね、 F16 戦闘機アメリカが供与容認、なんと年末にも投入。2023年、ウクライナでF16 がロシア軍を打ち破りましたみたいな記事がですね、年末頃聞こえるかもしれないよという話だね。いきますね。バイデンアメリカ政権は20日、ヨーロッパの同盟国によるですね、ウクライナへのですね、アメリカ製の戦闘機 F16 の供与を容認する姿勢を示しました。で、同国軍のですね、パイロットの訓練も実施をしますと、これまでですね、戦闘機の支援に否定的だったアメリカの大きな方針転換で、ロシアに対するですね、ウクライナの領土奪還のですね、戦いを長期にわたって後押しをすると、戦況がですね、大きく変わる可能性がございます。これはでも G7 盛り上がってるだろ、これ。これ G7 むちゃくちゃ盛り上がってるぞ、これ。これがだって、岸田の G7 と共に発表されたんだぜ。なんか、岸田今、でっけえ仕事してんな、あいつのくせに。なんか、まあ、いや、ウクライナのですね、ゼレンスキー大統領は同日、この G7 広島サミットに出席をするために来日をしました。来日はですね、ロシアがウクライナを侵攻し始めて以来ですね、初めてでございますと。ゼレンスキー氏はですね、同国情勢の討議に加わるほか、バイデンアメリカ大統領だとですね、会談をして、戦闘機の供与を話し合う見通しであると。だから G7 中に決まるんだよ。20日の夕方にはスナクイギリス大統領やイタリアのメローニ首相とも会談をしましたの。もうこっちついてるからね。はい、サリバンアメリカ大統領補佐官は、20日F16 の供与について、今後数ヶ月間の訓練の展開に伴い、いつ誰が何機納入するのか、同盟国として協力をして決定すると明らかにしました。ゼレンスキー氏はですね、ツイッターで歴史的な決定をですね、歓迎する、空における我々の軍事力をですね、大幅に強化をすると強調した。これでですね、ウクライナ軍のですね、もう大規模反攻作戦が可能になるわけだからね。よし、もうね、もうこれでですね、プーチンはぶち切れるはずだからね、西側諸国何やってんつって核撃つぞとか言ってくる可能性ありますから、もうね、一気にやっちまっていいと思うよね。ウクライナ軍のですね、パイロットに対する訓練は、ヨーロッパで数週間以内に、もう始まるんだね。数週間以内に始まると。期間はですね、通常は1年かかるとされますが、数ヶ月に短縮する可能性が高いと。F16 の引き渡しや本格投入の時期は、年末からですね、来年の前半になる見込みであると。多数のですね、F16 を保有する、NATO の加盟国が協力をする、戦闘機連合を通じて供与する形を取りますと。40機を持つですね、オランダは、オランダの可能性高いらしいんですね。オランダは、一部のウクライナへの提供に前向きな姿勢を示していると、アメリカは当面ですね、核大国であるロシアを過度に刺激をしないよう直接の供与は控える方針であると。まあね、でスナフク氏はですね、ツイッターでアメリカやオランダ、ベルギー、デンマークとともにウクライナが必要とする能力を得られるように協力をすると表明しました。長射程のですね、攻撃能力を持つ F16 の提供には、ウクライナ領土奪還作戦にですね、不可欠な、制空権の確保を後押しする狙いがございますとね。ウクライナ軍はですね、ロシアの軍機からの長距離の攻撃に非常に弱いんだとね、航空能力がないからね。今週
のですね、反攻作戦では、ドイツの主力戦車、レオパルト2、2でいいの、レオパルト2、映画見ていたな、レオパルト2などですね、西側からですね、供与された兵器を失う懸念が強まっておりました。戦闘能力で見るとですね、F-16 は、ウクライナが主力としてきた、旧ソ連製の、MiG-29 の4、5倍で、ロシアのですね、保有戦闘機を大きく上回るという形でですね、もう圧倒的にね、ウクライナが有利になるんですよね。はい、NATO 軍関係者はね、反攻作戦にはですね、間に合わないが、本格投入されれば、戦局が一気にウクライナ優位に大きく傾くと見られていると、アメリカはですね、数ヶ月先に切り札が投入されるスケジュールを描くことで、早期停戦に向けた妥協をですね、ウクライナに求める、ヨーロッパの対ロシア融和論をですね、抑える、思惑も透けて見えますとね、ウクライナがですね、長期の反攻作戦を続けられるように、同国への軍事作戦に、軍事支援に弾みをつける狙いがありますと。で、アメリカはですね、20日、ウクライナへですね、3億7500万ドル、ね、約520億円等相当のですね、追加軍事援助をですね、発表しました。ロシアはですね、もう今、猛反発しておりますと、タス通信は20日、西側諸国がウクライナに F-16 を供与すれば、強大なリスク、つまり核だーって言ってるんだろうな、強大なリスクにさらされると、すると、ロシア外務次官のですね、発言を伝えたというお話でございます。ついでにですね、これね、ヤフコメの民がですね、どんなことを言ってるのかちょっと読んでみる、読んでみる。はい。今回のですね、G7 期間中の具体的な最大の成果でしょうね、これはと。ウクライナ、ゼレンスキーの参加でですね、セレモニー的にも十分かと思います。使いこなすのは、比較的難しいため、数ヶ月前からすでに訓練が始まっているという話を、ワシントンで伺う。あ、そうなんだね。あ、じゃあ、あとはどういうタイミングで発表するかというだけだったんだね。それを G7 に選んでくれたんだな、バイデン。おー、よぼよぼの割にはなかなかやるじゃない、やるじゃないか、お前よ。ついにですね、F-16 等の供与が、正式に発表されましたね。詳細はこれから明らかになるにせよ。この決定はですね、G7 として、中長期的にウクライナを支持し、武力による国際法と人権の審判を認めないという力強いメッセージです。しばしばウクライナにですね、西側第4世代掃討機を供与してもすぐには使いこなさないと言及されるように、戦闘機の高度な運用には特に訓練とシステムが必要とされるようですと。がそれでもなお、ですね、供与が決定されたことは G7 は本腰を入れてウクライナを支援するという意思を世界に表明したいということに他なりませんと。これは一時的にですね、停戦状態を迎えることができたとしても、再びウクライナが武力で独立を脅かされることがないように、長期的に日米欧がですね、コミットメントするということであって、主権国家であるウクライナを破壊しようとするロシアの試みはですね、ますます目算から外れたとされる言えるでしょうという話でございまして、基本的にはみんなね、喜んでいますという話でございます。はい、ということで、ね、昨日ですね、ちょっとね、匂わせの記事がですね、で出たんですけれども、ヨボヨボバイデン、ちょっと私信じきれませんでしたので、黙っておりました。黙っている間にですね、磯子のアホがですね、日本よ、 F-16 を供与するな、もともと持ってませんというですね、大爆笑の話が出たんだけれども、これをですね、私も間違えてるせいでですね、いじくりきれずなあ、もうイソジンだかユインケルなんだか、もうね、F-16 なんだか、よくわかんなくなってきたよ、みたいな状況の間にですね、ついに確定、早ければ年末に F-16 登場というですね、どえらいニュースでございます。これでですね、もうね、ロシアをですね、ぶっちめることは、油断さえしなければですね、ロシアをぶっちめることができるのはですね、ほぼ確定でございますので、あとはロシアよ、核を使わせないように、そして終わらせ方をどうするのかという話になっていくんだろうな、ズアモーミロ、プーチン、ベーカイということでですね、これね、はい、またですね、これね、ウクライナ、今ね、ゼレンスキーさんがですね、今日本来ておりましてですね、これからですね、F-16 何台くらい供与してくれるのかな、教育訓練どうしたらいいのかな、なんていうですね、具体的な話をしていくみたいなんで、その辺ですね、また記事になったらですね、皆さんお伝えしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、久保さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。